どうも、高波場武雄です。今日もよろしくお願いします。今日の話題は、ワールドウイスキーアワード2022でございます。で、サムネイルにもあるし、ここにもボトルが出てるので、今日飲むのはね、ブラックボトルなんですけど、なんでブラックボトルなのかというお話を、まずさせてもらいます。で、ワールドウイスキーアワードって毎年開催されてますウイスキーの品評会ですね、世界的な。で、今年は結構日本でも話題になって、なんでかっていうと、まあいろんなカテゴリーとか、まあ蒸留所自体が表彰されたり、ブレンダーが表彰されたり、バイヤーが表彰されたり、いろいろあるんですけど、まあ、ウイスキー本体をですね、いろんなカテゴリーに分かれて表彰されてます。それで今年、まあ、話題になったのはワールドベストブレンディットモルトウイスキーに、まあ、僕が堪能一口長にもなってます、朝霞蒸留所さんですね、山桜ブレンディットモルトシェリウッドリザーブ朝霞、これがワールドベストブレンディットモルトウイスキーに輝いてます。素晴らしいですよね。まあ値段も上がってくるし、品薄にもなるでしょうけど、ファンとしては嬉しさ半分っていうところでしょうか。で、同じくワールドベストブレンディットウイスキー、先ほどの朝霞さんのは、ブレンディットモルトですけど、ワールドベストブレンディットウイスキーに、厚岸ブレンディットウイスキーの、これは少々って読むのかな、12世紀シリーズの一つですね、それが入って、その辺もあって今年は話題になってます。その中のスコッチ部門の、ワールドウイスキーアワード2022カテゴリーのブレンディットスコッチ部門ですね。その中でまずこの、ブラックボトルの通常版、これが銅メダル、ブロンズです。そしてどれかな、ブラックボトルのこれダブルカスク、これが銀メダル、シルバーです。そしてゴールドメダルが、まあ、デュアーズのダブルダブルとかですね、あとはこれはなんだ、ロイヤルサルート21年、まあ、ものすごいメンツが入ってる中で、なんとこれかな、あ、これが10年ですね。こちら、ブラックボトルのアイランドスモークが、金メダル、ゴールドメダルに入りました。そしてさらにそのゴールドメダルの中から選ばれるカテゴリーウィナーが、なんとこの、ブラックボトルのアイランドスモークが選ばれちゃったんですよ。ということで今年のナンバーワンブレンディットスコッチはこの、ブラックボトルアイランドスモークなんです。ということで今日は、それとね、同じくダブルカスクも飲み比べをしてみたいなと思っております。はい、ということで、ブラックボトルですけど、まあ4本今のところ出てて、なぜか今回10年だけは賞には入らなかったんですけど、3本が賞に入るという非常にね、なんていうか、画期的というか目覚ましい活躍というか素晴らしいことだと思います。で、まず次でストレートを飲みたいですね。こちらダブルカスクの方は、あ、すいません、こちらがアイランドスモークでした、色間違えてました。
そしてこちらがダブルカスク、赤い方がダブルカスクです。赤い方がなんかスモーキーになるかなと勝手に思ってました。こちらダブルカスクはですね、46.3 度です。700ミリで、お値段は定価はね税込みの確か3800円ぐらいなんですけど、こちらダブルカスクはまだ売ってますね、ギリ。ただ4000円は越してきてますね、だから。で、まずはダブルカスクを注ぎます。こちらのダブルカスクは、スペイン産の、スペインのシェリーダでモルトを熟成させて、そして、ワイン樽ですね、赤ワイン樽で、グレーンを、熟成させて、それをブレンドしたものです。そしてこちら、アイランドスモーク、こちらも 46.3 度、700ミリで、お値段は、まあ、ダブルカスクと同じです。定価はですね。ただこれ多分世界一になった影響もあるんでしょうね。ネットの影響を探してみたんですけど、もう売り切ればっかりですね。売ってなかったです。ダブルカスクはまだ手に入ると思います。はい。アイランドスモークも注ぎます。ちょっとガスが見えるようにしておきましょう。こちらの浅香蒸留所さんのグレンケアンにダブルカスクを入れました。通常のやつは、アイランドスモークです。ではまずダブルカスク、香りがいいですね。やっぱりあれですね、モルトがシェリーダル熟成なんで割とシェリー感があります。香りはで、アイランドスモークの香りは、うわ、こちらはスモーキーだ。まあもともとブラックボトルはアイラの蒸留所をブレンドしたっていうのが元々の売りですよね。今の通常版はもうアイラとハイランドとスペイサイドをミックスしてるということになってますけど、香りがこれは素晴らしい。はい、ではまずダブルカスクいただきます。割とフルーティーな感じで、46度ですけどそんなにアルコールの引っかかりはないですね。味わい的には割とシェリーが効いてるかなって感じです。香りはねがっつりシェリーですね。味わいもでもやっぱりシェリー感ありますね。逆にワインダルの、グレーンっていうことですけど、そっちの方があまり感じられないような気はします。まあ美味しいですね、はい、ではアイランドスモーク、香りがもう、こちらはですね、まあ、どこの原酒を使ったとか樽構成とかは、明らかにはされてないです。だからわからないんですけど、香りはね嗅いだ時にちょっと間っぽいかなと思ったんですけど、薬品っぽいとことか塩、間の塩気っぽい香り、と思ったんですけど、面白い味ですね。ちょっとラフロイグ的な用途があるんですけど、
全体的に覆ってくるのはちょっとドライなあのスモーキーさ。感じます。微妙。あのアイランズ系の塩っぽいのもなんとなく感じるし、でも多分アイランズは入ってないんだろうな。やっぱりアイラがメインなのかなっていう感じですね。ちょっと加水をしてみましょう。加水するとね、香りがだいぶ広がるんで分かりやすくなるかなと思います。はい、ちょっと今度はスモークから。ちょっとやっぱり注いで時間を少し置いてこうやって加水をするとそんなにアイラっぽさを感じさせない。まあでもこれスモーキーが苦手な方はものすごく感じるでしょうけど、なんかですね、アイラが多分メインです。でもね、混じってます。いろいろアイラっぽくないドライな、すごい燃えかすみたいな、すすけた感じとかあるし、アイラじゃない塩気を少し感じますね。まあ僕のバカ舌の感想なんでどこまで当てになるか分かりませんけど、ただこれが、この味が今年のナンバーワンブレンディッド、ブレンディッドスコッチということなので、ありがたくいただきます。買っててよかった多分この2本は去年の年末か、年明けぐらいで発売なんですけど、まあ、僕がネットで買ってる酒屋さんの、メルマガで紹介されて速攻で2本買いました。入院中だったんですけど、買っててよかったです。こんなに評価が上がるとは。で、まだね、だからダブル加速今から飲みますけど、加速したやつ、こちらはまだ買えます。まあ飲み比べるとやっぱりダブル加速は甘いですね。すんごくフルーティーです。いや、そしてやっぱりシェリー感ですね。うまい。で、こちらのナンバーワン、アイランドスモークですけど、ハリラモルト、こっちを飲んじゃったからちょっと分かりにくいですけど、アイラっぽい奥に潜むフルーティーさというか甘さもあることはあるような感じです。はい、ではちょっと本格的に酔っ払う前にロックを飲みます。はい、ではロックはワンショットずつ入れますね。これね、やっぱりあれですね、以前通常版と10年の飲み比べ動画やってますんで、まあ、そちらも見ていただけたらなと思うんですけど、なかなかコスパのいい美味しい、ブレンディットだなっていうところで言ってたような気がします。はい、で新たにね、この、シェリーダル&ワインダルと、そしてスモーキーさを強調したアイランドスモークが出たということで、なんていうか
なんとなく、しかも賞を取ったということで、とてもなんとなく嬉しく思っております。もちろん朝霞とか厚岸とかが賞を取ったのは、まあ日本人としてはこの上ない喜びではありますが、僕の好きなブレンドの一つであるこのね、ブラックモト、こちらが何しろナンバーワンと、ね、になったということもあるんで、大変嬉しいですね。はい、ではいろいろぐちゃぐちゃ言ってますけど、ロックいただきます。まずダブルカスクはロックになっても、飴のような甘さ、シェリー感がやっぱ強いですね。あのシェリーなら好きな方はもうもってこいな感じのブレンドです。で、グレーンにワインを効かせてるんでしょうけど、正直僕はワインはあんまり感じないですね。甘いフルーツの感じです。やっぱり特にこのスモークと比較して飲んでるんで、特に甘さを感じてしまいますね。はい、ではアイランドスモーク、冷えるとやっぱりちょっとアイラっぽい煙ったさは少し抑えられて、結構抑えられてます。でも飲むとやっぱり尿毒庫薬品種アイラっぽいスモーキーさ十分あります。ただストレートの時も感じたようになんか混ざってます。なんだろう、混ざってると思うんだけどな、純粋なアイラとは思えない。このすすけたスモーキーな感じが若干入ってるのが気になりますね、スモーキー好きとしては。っていうかさっきから自分で喋ってて思うんですけど、僕は何でも好きなんです。アホですよ。ほんとね、ウイスキーな何でも好きみたいな感じになってますけど、なんか今までにあんまり味わったことがないスモーキーさです。ナンバーワンですよ、世界一です。マスコッチのブレンディットの中でですけど、これが認められた味なんですね。うまいです。はい、ではね、やっぱりブレンディットウイスキーなんで、4000円以下のウイスキーっていうこともあるんで、ハイボール需要も結構あると思います。ハイボールも飲みます。はい、ではハイボールを作りましたので、まずはダブルカスクいただきます。美味しいですね、フルーティーな、ハイボール、食事にも合いそうな感じです。ちょっとでも甘いかな、食事に合わせるには。デザートハイボール的な、まあこれで定価で買えればですよ、4000円以下。もちろんですね、そのうちその通常版とかね、10年とかと飲み比べも、通常版とダブルカスク、10年とアイランドスモークみたいなね、スモーキーとそうじゃないやつを分けて飲み比べみたいなのも今度やってみますけど、十分にコスパはいいと言えるんじゃないでしょうか。ダブルカスク美味しいです。アイランドスモーク、ハイボールだと思う。
香りの段階ではわからないですね。ちょっと酔ったかな。ああ、ハイボールになるともうアイナハイボールですね。やっぱアイナがメインなのは間違いないと僕は思います。うん。でも、これなの。結構飲んじゃったなと、ハイボールっていう飲み方でちょっとそのアイラ以外の要素がよくわからないですもん。でもなんかハイっぽさあるんですよね。だからハイランドとかであるようなあのスモーキーさ、燃えかすみたいな、ちょっとあれな気がしますけどね。まあこうやってあの中身がわからないものを想像して飲むのは楽しいですよね。はい、ちょっと酔ってきました。はい、ということで今日は、WWA ワールドウイスキーアワード2022ブレンディッドスコッチで、なんと3本も、メダリストになったというブラックボトル、そして堂々のカテゴリーウィナーブラックボトルアイランドスモーク、こちらを含めて、ブラックボトルダブルカスクと飲み比べをやってみました。一応ね、売ってるところがあればちょっとリンクのしときますけど、また探します。でもスモーキーのはないかなと思うんですよね。まあ、他のは売ってるんで10年ももう品薄ですね。ダブルカスクも多分もう品薄になってきてると思います。まあ興味ある方はぜひお早めに、またもしくはバーで、特にこのアイランドスモークは今年ナンバーワンの、ブレンディッドスコッチウイスキーに選ばれたんですから、ぜひ一度味わってみてください。はい、ということで今日のたくのみバーはこんなことをして遊んでいました。毎日ねこんな感じでウイスキーとかいろんなお酒で遊んでますんで、ウイスキー好きの方、お酒好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて一緒に飲みながら酔っ払ってください。よろしくお願いします。はい、ということで今日のたくのみバーこの辺で閉店です。酔っちゃいました。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。今から飲みます。